それでは4番目に移らせていただきます。杉沢小学校閉校に伴う児童地域への対応についてを伺います。豊かな自然に囲まれた環境と少人数による教育の良さを生かし、きめ細やかな指導や特色ある教育を推進し、素晴らしい数々の成果を上げ、青森県に杉沢小中学校ありと評価されて、視察等も受け入れてきた学校であります。何より地域住民の方々と一体での学校であり、少人数になり学校運営教育活動に支障があるとのことで、来年の3月末閉校になります。誠に残念ですが、子どもたちは進級し環境は変わりますが、来年4月から新たな気持ちで一層勉強に運動に取り組むことを応援したいと思います。令和4年に統合しますが、これまでの経過では令和2年度に小規模特任校制度を導入してから2か年であります。短期間での方針変更であり、慣れ親しんだ小規模校から三戸小学校への転校は、子どもたちや保護者にとっても精神的経済的にも大変不安が大きいと思います。また地域にとっても生活の一部と地域が一体となる拠点を失うことになります。来年4月から子どもたちにどう寄り添い、通学や児童の学校での環境適応支援は行政の責務であります。どのように取り組むのか、そして学区地域づくりにどのような希望を持てる支援体制を考えているのか伺います。町長。まず私の方からご答弁を申し上げます。杉沢小中学校は明治17年の創立以来、地域の核として地域住民と合同の運動会をはじめとし、さまざまな教育活動を地域とともに展開してまいりました。また少人数の良さを生かした指導により、学力面のみならず卓球や陸上などのスポーツの面でも数々の成果を上げてまいりました。私も子どもたちの本当に笑顔っていうのがすごい大好きで、毎回行事のたびに行くのを楽しみにしていたところであります。しかしながら、今般児童生徒数の急激な減少が見込まれることとなり、これを受け町では保護者や地域の皆様への説明会、懇談会を開催したところであり、私自身も参加し、皆様のご要望、ご意見をお伺いさせていただいた結果、令和3年度末をもって閉校することとしたものであります。また、説明会において、学校閉校後は、地域コミュニティの核である学校がなくなることで、地域づくりに停滞を招かないようご意見、ご要望をお伺いし、行政として支援させていただくことや、廃校施設を新たな地域活性化の拠点として活用している全国の廃校利用の事例などもご説明させていただいたところであります。現在のところ杉沢地区の皆様からは、廃校後の施設利用や地域づくりについての具体的な要望や提案はいただいておりませんが、今後お話などございました際には支援を行ってまいりたいと考えております。なお、11月25日に開催された教育振興協議会主催による町長と語る会の際には、児童4名から杉沢の未来を考えると題して、廃校施設の利用についてさまざまな、またユニークな提案をいただきましたので、このような子どもたちの意見も参考としながら杉沢地区への支援を考えてまいりたいと考えております。教育長。
三之江小学校への統合に伴う通学や児童の学校での環境適応支援につきましてご質問にお答えいたします。児童の通学手段についてはスクールバスを予定しており、大台地区の児童もいることから発着場所を現在の杉沢から大台に変更し、路線の延長による利便性の向上を図ることとしております。朝の通学に要する時間は最も遠い大台から学校までは44分を見込んでおります。学校到着後については1時間目が始まるまでおよそ40分程度の時間がございます。学習の準備をする時間とともに友達と会話を交わしたり、読書タイムで好きな本を読んだりとリラックスできる時間も用意されております。今年度に入り幾度となく三之江小学校の児童と交流を行ってきましたが、4月からの学校生活に不安を持つ児童も考えられます。学級担任はもちろんのこと、学年主任や小中一貫教育チューターおよび統合により県からの加配教員が配置されることとなっており、多くの教員が児童へ寄り添い注意深く見守りを行うよう指導してまいります。またクラス編成、杉沢小の、クラス編成や家庭への連絡を密にすることなどのきめ細やかな支援を行ってまいりたいと考えております。統合までもう少し時間がございますので、保護者の皆様や児童の不安や心配事についても随時対応してまいります。竹原君。町長の説明では今段階説明会を開いたと答弁ありましたけれども、いつ説明会今段階を開いたのか、その規模と内容をお知らせください。それから教育委員会の方では、まあ、スクールバスにする、杉沢からであったものが大台からにするというような答弁であります。そして時間は44分かかる、この時間を教えてください。何時発で何時学校到着なのかお願いします。教育委員会事務局長。まず1点目の説明会の回数ですけれども、まず令和2年に入りましてですね、令和2年の2月27、それから令和2年の7月3日にですね、まあ、統合に関する説明を行っております。で、経緯といたしましては、その前からですね、こちらの杉沢小中学校の、統合ですねについての、説明会、懇談会を行っておりまして、当初平成26年に1回目やってまして、そこからですね合わせますと、6回ですね、合計では、懇談会といったものを開催しております。その懇談会の中でですね、出た、ご意見といいますのは、大きなものは、杉三之江小中学校の方にスムーズに、まあ、統合できるようにですね、交流の機会といったものをまず増やしていただきたいというものがまず1点でございます。もう一つについては通学ですね、通学手段の確保についてよろしくお願いしたいといった日程がですね大きな要望でございました。で、それから次のですね、大台地区から、まあ、来ますと44分スクールバスでかかるということですけれども、現在予定しておりますのが大台地区を6時58分で、三之江中学校の方には7時42分着というふうに、予定しているところでございます。それで44分ということです。以上でございます。この説
説明、すみません、今質問したんだけど、教育委員会だけ。竹原君。まあ、26年から6回行っている、そして統合についてのお話でありますけれども、まず小規模校、小規模特任校をやるということの、これは目的であったわけでありまして、その当時からも統合が決まっていたんですか。それはちょっと私時系列に見ておかしいと思います。それからバスが6時58分で7時42分に着いて、学校で教育長が40分ある、これもおかしいじゃありませんか。40分ないと私は見ますけれども、再答弁お願いします。教育委員会事務局長。先ほどあの説明会の方、懇談会の方ですね、6回やったとお話ししましたけれども、最初の平成26年、それから30年、31年、まではですね、その3回については、なんとか、杉沢所長がこの方を残してほしいという強い要望がございましたので、こちらといたしましては平成じゃなくて令和元年の6月ですねの方に、あの小規模特任校を、まあ、弘前、十和田に次ぐ、あ、まあ、3年目ということで、まあ、導入したといったことであります。でその後においてですね、統合の方を要望するといったようなこう意向がですね、保護者の方からも出てまいりましたので、そういった流れでですね、統合の方の検討もされてきたということとなっております。またあの1時間目の始まる時間まで40分あるということですけれども、あの7時42分の方に到着しまして、学校の方に入りまして、学校の方は8時5分からですね、始まるんですが、そこからの読書タイムとがありますので、で1時間目が始まる時間のところまでは、まあ、40分あるということでございますので、まあ授業が始まるまではですね、40分程度の時間があるということでございます。以上でございます。竹原君。時系列にこう書いてみないと私も理解できないんですが、まず令和元年12月議会一般質問で、栗山川公議員が杉沢小中学校、戸川小学校の存続について町長に質問しております。良好をどのようにするのかという、これは令和元年12月、その時の答弁は読ませていただきますが、小規模校には子に応じたきめ細やかな指導ができるなどの小規模校ならではの良さがあると認識しております。しかしごく小規模の学校では一部の教育活動で相当な工夫が必要となることも伺っておるところであります。両校の今後につきましては、運営経費のみの判断ではなく、地域や保護者の意見、ここです、地域や保護者の意見、何より子どもたちの気持ちや意見を尊重して判断してまいりたいと考えております。平成30年度に杉沢学区の方々が杉沢小中学校を考える会を立ち上げたので、教育委員会と地域の方々、保護者で2回の懇談会を開催し、小規模特任校制度の導入に強い要望があり、それを受けて教育委員会では小規模特任校制度を導入したものである、この時の再質問に答弁であります。それから考えますと、この説明会、どのような案内をどうしたのか、何人に出したのか、どこでやったのかの説明ないもんですから、お願いします。
育委員会事務局長。こちらの施設、懇談会につきましては、また保護者、参集範囲はですね、保護者、それから、地域の代表者、それから地域選出の議員の方、それから、まあ、学校の先生方にもですね、入っていただいた会もございます。これ、6回すべてお話ししてよろしいでしょうか。6回すべて、はい、6回やってますので、1回目が平成26年の9月の2日です。はい、2回目が平成30年の12月の5日、3回目が平成31年の3月の14日、4回目が令和元年、12月の13日、5回目が令和2年、2月の27日、6回目が令和2年7月の3日といった形で行っております。以上でございます。竹原君。残り休憩します。新規も大体、まあ、およそ何人来たのか、これだと人数わかんない。ただ保護者っていうのさ、来ない人もあるだろうし、どうもこう時間がね、ダメなの、私立てば。竹原議員、案内を出した対象者と実際にその説明会に、出席した方の人数が分かればいいってことですか。いや、そう質問しましたよ。それでいいですか、教育委員会。単品で来るからさ。休憩前に引き続き会議を開きます。教育委員会事務局長。まあ、案内については、まあ、お手紙ではしておりますけれども、まあ、参集範囲については、まあ、地域代表者ということで、それぞれの各地区から、またあと保護者、あと、老人クラブ、町内会長、議員の方等々ですね、大体まあ20名程度ということになっております。で、各ですね、懇談会の具体的なその参集した人数等はですね、ちょっとまとめたものはございませんけれども、資料としてはございますので、後で提供はできるものでございます。以上でございます。竹原君。実際に、手紙を全町内会会員に出した、そのうち何人が来た、そういう答弁が欲しいわけですよ。20人程度だったが、じゃあとてもじゃないけども答弁になってません。それから懇談会を開いて、まあ、意見を尊重するってありますけれども、その意見が、まあ、先ほども聞きましたけれども、とてもじゃないけどもそういう簡単な意見しか出なかったんですか。どういう意見が、地域の方々からはこういう意見が出た、学校関係者からはこういう意見が出た、そういう意見、アンケートでも残っているわけですので、そういう意見があると私は思いますけれども、重要な課題とはどういうのがあったんですか。教育委員会事務局長。まず懇談会の方ですが、地域の方すべてのですね、ご家庭に案内を出しているということではございません。代表者の方をですの方にですね、ご案内しまして、懇談会を開催しているといったことでございます。
まあ、意見、先ほど意見ということですけれども、各その懇談会においてまあ、様々違うんですが、まあ保護者の方はですね、からは、まあ、最後の方の懇談会はできる限り早期に、まあ、統合をしたいというような要望、ただ、地域の方々はですね、できれば残せるものなら残したいといった要望がございました。最終的には、地域の皆様は、まあ、保護者の意向にですね、沿った形での対応でお願いしたいといったことになったということでございます。竹原君。理解できないから質問できないんだけど、まあ教育委員会ではまあおおむねそうだろうと思っております。まあ教育のことを考えて子どもたちにより良い環境を与えたいという、私は今地域の方々学校が並行するという、これは一大事であります。その地域が変わるんですよ。例えば申し訳ありません、三戸高校が長だったら三戸町が変わりますよ。そういう問題なんですよ。学校がなくなる、拠点がなくなる、じゃあ杉沢地域をどうするかというのを、これは町長の招集範囲、教育委員会とは違う、町長が招集をしなかったのかという、まあないということでしたので、確認の意味でなかったんですか。町長、今のどちらの、まあ、町長部局なのか教育委員会なのかという、まあ、そういうご質問でありますので、ちょっと私の方から当時のことを考えながらちょっと言わせ、ご答弁申し上げますけれども、地域の方々とまた保護者も含めて、話し合う場というのはやはり町長がその場に行って、話をしなければならないと、聞かなければならないということで、その案内等については教育委員会の方に、その仕事はお願いをして、参集等をしていただきましたが、後半の3回の方は私の方が直接行って、直接皆さんからの話を聞き、経緯を聞き、その上で判断したというものでございます。ですので町長部局がちょっと離れていたということではなしに、一緒にまずやっていたということとご理解をいただければと思います。竹原君。やはり配慮が足りないというのは私はそういうことだろうと思います。教育委員会の案内が行くと保護者、学校関係者は確かに参加するだろうと思います。でも地域の方々は教育委員会の案内の場合はちょっと乗らない、でも町長からの学校のどうのこうのに関係するから説明会、懇談会を行いますとなれば、やはり地域の方々も参加するのではないか、そう思います。その辺の配慮、やはりありきであると私は見ますけれども、ただ学校そのもの、子どもたちのことを考えると、それは三戸学院、三戸小学校でも環境さえ整えばいいと思います。ただ先ほど言ったように、杉沢からの便を大台まで伸ばしたという、これが配慮か、配慮じゃありません、当たり前のことです。これはそこから出発するのはもう少し配慮が欲しい。それは多分住民の方々、保護者の方々、バスではとても無理だと、タクシーにしてくれないかというような出ると思います。私も車で確認しました。大台田子都内学園28分です。
ゆっくり。大台貝森下田学園まで32分、慌てて運転してませんので。そしてスクールバスの時刻表あります。それを確認したら45分、15分の差をどう考えるかなんですよ。この15分の差をどう考えますか。配慮と思いませんか。教育委員会事務局長。タクシー運行についてですね、お話したいと思います。まあ、学校の都配合につきましては、三戸町についてはこれまで多くのですね、学校の方を都配合してきたわけですけども、その際に、まあ、児童生徒の通学距離が伸びるということで、通学手段についてはスクールバスまたはスクールタクシーということで対応してきております。でこの際ですね、どのようにそのスクールバス、スクールタクシー をですね、運行の、タクシーにするかバスにするかということを区別するかということでございますけれども、従来からまあ路線バスのある沿線については、まあ、バス運行と、ただバス路線ではない場所、地域についてはタクシー対応としてきたということであります。で今回の杉沢小中学校の統合につきましては、杉沢バス停がまあ路線バスの発着地となっているということで、まあ、スクールバスの対応としたということでございます。ただ先ほども申し上げました通り、まあ、利便性の向上ということで、まあ、大台地区までの延長をしたということです。で時間がまあ44分と程度ということですけれども、そちらにつきましては、こちらとしてもやはりできる限りですね、乗車時間を短くしたいということもありますので、今年度から、まあ、貝森方面から来るバスについては、杉沢小中学校の統合も考えまして路線の方変更しております。それで一部変更で運行時間の方も7分ですね、短くするなど、そういった対応もですね、行っているところでございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。以上でございます。竹原君。その分に関してはご理解できない。やっぱりバスだと先ほども申した通り新1年生もあるわけでしょ。4月から新1年生といきなりバスで44分って言いましたけれども、私は44分ではつかないと思います。で学校の方も今現在バスが到着して子どもたちを校内に入れるランドセルを置くか置かないかでも次が始まる、こういうふうなスケジュールであります。そんなに40分こうあるかというと実際のところないわけです。現場校長先生も教育長は校長をやっていましたので分かると思いますけれども、子どもたちがバス停について学校に引率で入る、即もう始まるんだそうです。ですからその時間があれば私も何かしらの学校の中での運動とか何かできないのかって相談しましたら、そんな時間はないということでありますので、何としてもこの15分という時間短縮を図ってもらいたい。新1年生も乗るわけですので、杉沢の保護者先生の方からじゃあバスで44分でもいいですが、その間でトイレと必要になった時にどうするのかというような要望も来ているわけでしょ。確か要望している。それらを最初からも言ってもらわないと、どのようにする予定ですか。教育省。最初の、子どもたちの、バスから降りて、1時間目までの時間ということで、先ほど40分程度と申し上げました。学校の始業が8時5分、それから、読書タイム、そして朝の会と
ということで、8時25分から1時間目が始まります。それで先ほど申し上げたように7時42分着で、25分までは、まあ、大体43分というふうなことで、お話しさせていただきました。で、バスが到着してから、まあ、3分4分子どもたちですので、まあ、すぐ、準備が学校に到着して入る準備ができるというわけではありませんので、3分から4分ほど、まあ、移動ということで、ちょうど40分ぐらいかなと考えておりまして、到着学校に入ったすぐ読書タイムというふうなことではなくて、若干のそこまでにも時間はあると考えております。時間の流れとしては以上です。教育委員会事務局長。まあ、タクシー運行と、まあ、15分程度差があるのではないかということでございますけれども、こちらの方でもタクシー運行については検討はしたところであります。で、まあ、大台地区からですね、学校まで、まあ、ストレートで、運行した場合にですね、竹原議員の方は32分程度ということでございましたけれども、まあ、こちらの方で、はまあ36分程度というふうにこう見込んでおりました。で、まあ8分程度、まあ、運行時間は短くなるのかなということでございますが、ただタクシー運行ということになりますと、他の地区では各集落をこうバスでは回れないところですね、回ってほしいというようなことで、そういう運行を現在しております。そうなりますと、大台地区から考えますと、40分を超えるようなこう運行ということが想定されますので、タクシーの運行のメリットというのはですね、まあ、なくなるというふうに考えておりますので、まあ、バスの運行というふうにこちらとしては考えております。また説明会、この間の通学方法との説明会ということで2回ですね、学校の方に行って保護者の皆様とお話しさせていただきました。で、その時にバス運行した場合にですね、時間も長いので途中で、まあ、トイレに行きたくなった場合の対応というのを考えてほしいという要望がございましたので、こちらについてバス会社の方ともですね、今協議しておりますので、途中でですね、トイレに寄れるような環境といったものを整備してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。竹原君。まあ、どうしても教育委員会ではバスに、まあ、こだわっているというわけでもないと思いますが、その根拠はバス路線があるからバスなんだと、の距離も配慮しなければならない距離、まあ、現在タクシー運行はジャヌマ地区、メトキ地区、大下地区がタクシーになっているわけですが、まあ、メトキは下校のみですから、例えば朝だけ、登校時だけのタクシーとか、それも考えられると思うんですよ。やはり 6時58分でしょ、6時58分のスタートであればバスに乗んなきゃならない。じゃあその前の準備、ご飯も食べなきゃならない、さまざまあると思いますので、ところでこのバス運行に試しに乗ってみました。教育委員の方々とか、局長、教育委員会事務局長。まあ、私はもともとバスの担当もしておりましたので乗ったこともございます。また先生方の方はですね、年度の初めですね、乗車指導ということでバスの方には乗車しております。ただ今お話ありました教育委員等についてはですね、乗車等はですねしておりません。以上でございます。
育委員会事務局長。あと子どもたちの方ですけれども、一学期にですね、実際に乗車の体験をしております。はい。で、それから今後ですね、冬にもですね、乗車の体験をすると。で、そのまま三戸小学校での、子どもたちの交流をするといったことになっております。以上でございます。竹原君。まず先ほど申し上げました。朝だけでもタクシーを運行して15分、まあ、私の計算だと15分、ご飯も15分あると食べられます。それから1日の整理をするにも15分あれば、ほとんど、まあ、教育長は上がっていると思いますが、集中するということは、15分が限度だと言われています。ですから、この15分が大事だ。集中、勉強、1時間勉強しても15分が頭に入っているそうで、あとのはもう聞き流しているんじゃないかと思うくらい、15分が大切だと言われています。ご飯も食べられるし、圧力釜であればご飯も炊けるんですよ、15分あれば。ですから、私は最短の時間で、子どもたちの身体に負担のかからない、現在最良の通学手段は、まあ、スクールタクシーでなければならない、強く思っております。ぜひ、あと4ヶ月ありますので、ぜひ、考えていただきたいと思います。まだあったんですが、時間がなくなりましたので、町長部局に、伺いますが、先ほども申しました。学校がなくなると地域に計り知れないダメージを与えます。その町長部局では、地域住民から地域づくりについての広く意見を伺ったのか、その、どういう意見等があったのか、議会にも教えていただきたいと思います。暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。省庁。これまで行ってきた会議の中では、地域の方々から地域づくりということでの集まりとか会議ではなくて、あくまで統合に向けての話ということで進んできておりました。でもしかし今議員のお話にある通り、並行後のことについてということになってくれば、まあ、現在はとにかく並行式典まで、しっかりそれを進めるまで、それに集中をしていきたいというふうに、町としては考えておりますが、その後、しっかりと話を聞きながら、地域の中でのやはり拠点という位置づけというのは、これは子どもたちからも非常にメッセージとしても伝わってきましたし、これまでも議員の方々、また地域の方々からもその考え方みたいなところは伝わってきておりますので、町としても十分そこはご意見をしっかりと伺えるように、準備を進めていきたいというふうに考えております。竹原君。まあ、これからだということでありますけれども、もう4ヶ月になっております。教育委員会の立場では、児童がまあ少人数になり、質の高い教育を考えることは当然であると思います。でも、町長部局では、町を考え、
地域の継続発展をどうするのか、これを考えることが一番必要であります。そして人材教育も学校教育だけでは育ちません。地域が衰退しては子どもたちの教育の質を高めるところではなくなります。また地域から学校がなくなることで住民同士のつながりが弱くなり、高齢者の地域福祉計画の施策実行にも影響するのではないでしょうか。20年度末までの卒業生杉沢小1125人と杉沢中学校668人のふるさとをしっかりと残すため、町ではどのような地域づくり、これがもうすでに私は定まっているのだと思って質問するのだわけであります。どのようなことを考えているのか、まあ、町内の今までの行事等を見ても学校とともに進んできています。運動会あれば地域の運動会もあります。文化祭あれば地域の文化祭もあります。高齢者のふれあい等も行ってまいりました。環境づくりも一緒で行っています。それから前は陶芸の方々が杉沢学校まで行ってやっていました。今現在炭づくりをしています。地域の方々もやっています。それがなくなるわけであります。ですから強く申し上げておりますけれども、タクシーは絶対来る時だけでもお願いします。統合まで4ヶ月をもう切ったこの時期に子どもたち保護者の方々そして、地域の住民の方々も安心して送り出せるような、そして学校は町の方から答弁ございませんでしたけれども、指定避難所そして指定緊急避難場所のそれにも指定されているわけであります。今後例えば鍵が常にあるのであれば、今まで通り学校も学校ではないけれども施設として使えるんだというのであれば、私は何も問題ございませんけれども、多分並行と同時に。竹原君、制限時間を超過いたしましたので。まだ経ってますのでよろしく、じゃあお願いを申し上げ、一般質問を終わります。